ナミさん、お疲れ様ですダダイロダスねなんか今回の更新はちょっと重いみたいですね私の場合はダイダロス、えー、とバージョンアップせずにそのまま4.4.1を使っているんでスムーズにオープンはしているんですねで、えー、とステーキングの報酬も入ってエポックがまたねえっ、ー、とあと4日2時間48分に切り替わっておりますこちらの方はまあ特に問題なく 進んでおりますで暗号通貨のこと全体なんですけどもジャスミンがね随分値段を上げてきたみたいですね私もね直前で少しですけども持っていてよかったなぁとほんと少しなんですけどもね前お話したようにああ上がってる上がってるジャスミンねまあ、ちょっと上がってよかったかなと思いますねあのバイナンスに上場したことによって上がったみたいですねジャスミンはこれからもっともっっととと値を上げていくと思いく思ますんで なんか暗号通貨で資産作れなかった方とか ICO にうまく取り組めなかった方はジャスミン見ておいてもいいんではないかなと思いますが大事なのは余剰資金を作れるようなビジネスをちゃんと所有することですよねそのビジネスがうまくいかなくなったから投資に行くっていう方もいますけども投資の世界はビジネスよりも難しいですからね特に暗号通貨っていうのは私たちが今まで経験したことがあったようなあのー よく分かんない部分がありますんで、まあ、株や FX 以上に難しいということが言えるんじゃないかなと思いますその難しさってのは株特に FX は学べば勝てるんですよ暗号通貨は学びようがありません、えー、当たるもんはっけそんな世界だと思いますんでねご用心いただきたいと思いますそれでは本日は以上ですナミさんまた明日の事件を楽しみにしておりますではいってらっしゃい